バレーですか。ヨッシーバレーも今思えばね、ああいう感じでしたね。ああね、アメリカっぽいな。アメリカンな感じ。なんかチョコレートマウンテンみたいなやつがいませんでした。あれのキャラクターの面とか。キャラクターの面とかじゃなくて、チョコレートマウンテンとかは初期、一番最初のマリオカートの時からなんかありましたね。看板気をつけて。気をつけ。マリカーの あのスマホのゲームのアプリが新しくできたでしょ。マリカーね。ああ、世界中のライバルと戦えるみたいですよ。すげえ。なんか一応なんかで見つけて事前登録だけクリックしたんですけど、インストールしてないんですけど、なんかゆっくり行った方が良さそう。めちゃくちゃ重そうやから、このハーウェイには耐えきれないんじゃないかな。北斗の拳の新しいゲームをインストールしようと思ったら明らかに容量でかかったです。やめました。最近も容量でかないすぎて、もっとシンプルなゲームを作ってほしい。なんか怖えな。左右15リミットでお願いしますね。これ通れる？通れるでしょう。うん、なかなか減速させねえ。ここはね、右もギリでしょ。右、うん、まあいけるいける、今のラインで。これはすごい。なんでこんなにいっぱい、どうなったら大丈夫、なんでこんなにいっぱい立ててるわけ。あ、ここ街じゃん。あ、ほんまやね、もうなんかそんなとこに来たね。うおー、結構ギリギリやった今。怖い。おお、怖い。そうなの、こんなとこか。セドナこんなとこか。すげえ観光地っていう感じやね。ねえ、だね。それがそれも高いわ。やっぱ山の中に街がありましたね。で、ガソリンはどこにあるのかな。ここで入れといた方がいいんですよね。ガソリンどこ？あの。あれ、さきちゃん、ガソリン屋さんはこれはまっすぐでいいんですかね。うん、まっすぐやけど、うん、あ、そうそう、あ、これロータリーになってるやつです。まっすぐでお願いします。そうだ、こんな場所なんだ。すげえ。キープレフト、先にあるのかな。すぐ行ったところに76番、76っていう、あのほらオレンジだ。うん、オレンジだな。じゃあそれ行きましょう。まっすぐ行くの。これまっすぐ。で、ラウンダーみたいなのあるじゃん。うん、そのラウンダーを、あ、ほんまや、右前に行ったとか。分かった、見つけた。どうやって入んねやろね、こんなん。ねなんか微妙なとこにあるな。左足を気をつけてね。左足はもう調整してって、後ろから来る人は。こっちだったね、こっち。ランダバートの向こう。そう、ランダバートの、とりあえず。およそ1000フィート先、ロータリー、2番目の出口です。ああ、ね。もうちょっと先。ああ。通るから気をつけてね。こっち方面に行くならこっちの方が安いんだけどな。こっち方面に行く。この道。行こう。南がバラバラになってる。あのピンクについて。え、もうじゃあここにあるけど入らなくていい。ってか入れない。こっち後ろ入れなかった。行くんだったらラウンドバート一周してこっち戻ってこないといけないけど。あ、でも行けると思う。多分このまままっすぐ行くんだよね。まっすぐ行く、まっすぐ、じゃあ行けると思う。
地に出たね。よかった、もうこのまま行ってください。来てない。なぜかここの左曲がりの案内をしてくれへん。道なりのつもりなの。そうなのかね。で、あと 0.5 マイル。もうすぐですね。で、セドナ？ポイントンキャニオン。ポイントンキャニオン。うん。なんかあるんかね。駐車場みたいなところが。なんか何もなさそうやぞ。なんかあんのかな。とりあえずポイントンキャニオンというところに案内していただいたんですが、およそ1000フィート先、目的地です。は
ましょう。ゆっくりゆっくりゆっくり。なんかあんのかね。到着しました。お疲れ様でした。あ、じゃあやっぱさっきのところを見ろ。さっきのところのいいところで止まってみろっていう感じだったのかな。多分。回すかい。なかなか難しいところで放置されてしまった。セドナとは。セドナ。セドナはさっきの。セドナはさっきの街っぽくなったところじゃない、観光。入れそうなポイントは一切なかったけどね、何にもない。あ、でも、あ、ポイントン、ポイントンキャニオントラルって何だろう。トレイル、トレイルって言うの。トレイルだったらトレイルロードを歩く道があるんじゃない。いや、やっぱ山だよ、山だよ、さっきの山だよ。ポイントンキャニオン、トレイルね、駐車場みたいなのもあるけど、この先に。 あ、ある駐車場。じゃあそこに行こう。で、今私たちはウィントンキャニオンに乗ってるの、それともウィントンキャニオンどこかに見えてるの。ウィントンキャニオンって何。ウィントンキャニオンって何。私たちはウィントンキャニオンの上を走っている。それとも見る、 見ているの、どこか。ウィントンキャニオン見てるはず。見てるはず。じゃあ目の前に見えるあれか、あれがポイントさんか。これなんじゃないかな。トレイルヘッドとかなんかいろいろあるんだけど、ポイントンパスロード、ポイントンキャニオントレイル、ポイントンキャニオン駐車場。じゃあポイントンキャニオンをやっぱり見ながらドライブできるコース。これまあ綺麗だよね、めちゃくちゃ。うん、ストップして、はい、これを多分ね、右に行くとね、何も前に書いてある。ボイントンパスロード左、ボイントンキャニオンエンハンスメントリゾート。分かんないけど、とりあえず右に行くよ。うん。やばいね、めちゃくちゃ綺麗なんだけど、これ。囲まれてるよ。あ、これ右。パス、トレイルヘッド。ほんまや。右に。曲がっちゃうね。これ、曲がっちゃうこれ。曲がっちゃう？曲がっちゃう？曲がっちゃう？入っちゃったら？うん、とりあえず入っちゃえ。後ろ、とりあえず、これじゃあ、曲がりきれるかな？曲がりきらんね。ちょっと、後ろ大丈夫。はいはいはい、行ける。入っちゃえ入っちゃえ、とりあえず。ここ駐車場？これがね、うん、なんかパニオン駐車場みたいなところ。パークトビーコーマスディスプレイアバレリクリエーションバス、バレリクリエーションバス。まあとりあえず別にパークドビークルです、うん、別にパークする、パークするんだけど。ああ、とりあえずノーパーキングビットインサイン。そう、どうする。あ、これトレイルロードに入る道か。うん、ここからトレイルに入る道みたいで。RV パーキングオンリーって言われてる。 RV パーキングオンリーってことこれ止めていい。これパークする、パークしてお金払う。でもここで何が見れるの。そうね、木に囲まれちゃったね。うん、ボインボイントキャニオン、うん、ボイントキャニオン、ね、セドナから数分、10マイルぐらい来たところか。10マイルも来てなかったっけ。お、カムリア、さっきはあんなに日が当たって
綺麗やったのに。あ、もうちょっとここらに止めてもよかったね。いやーでもね、あっちに夕日が沈んじゃって、もう先車の中で見た時はすごいね、西日がパーッとこっちに当たって綺麗やったけども、もう沈んじゃったよーと。こんな感じね。つってね、まあいいとこやね、ここは。でもちょっと来るまでの道がかなり寒くてうねうねしながら、暗くなる前に早く帰らないといけない。帰ろう。